私はサナンダです。私はあなた方と共にいるためにここに来ました。それは、この時代が急激に変化していく中で、変化に対する共有の旅をサポートし、案内するためです。しかし、今日の私のメッセージは、変化の波についてではなく、一貫性と持続性に焦点を当てたものです。それは、皆さんがエネルギーの振動を順調に前進させ、それがますます高まるのを維持し、自己の意識を上昇させ続けることに関する話です。皆さんが自己の意識を向上させるにつれて、皆さんのエネルギーの振動が高まり、その振動の周波数が上昇します。これに伴って、皆さんの意識がさらに高まり、ある種の記憶が皆さんの中に再び戻ってくるでしょう。現在、これが皆さんの中で起こっていることです。多くの場合、新たな記憶が浮かび上がるとき、それが単なる想像の産物なのか、それとも現実なのかを区別するのは難しいかもしれません。だからこそ、私が皆さんに今、この瞬間に伝えたいことは、それは現実なのです。皆さんは新たな記憶を得ているのです。また、皆さんがこの旅を進める上で、多くの異なる情報源から助けを受けています。皆さんはこの過程を一人で進めているわけではありません。これまでも、そしてこれからもそうです。しかし、皆さんが心に留めておくべき最も重要なことは、コースを維持するということです。それは、どんな出来事が起ころうとも、どんな障害物が皆さんの道を遮ろうとも、どんな困難が皆さんの前に立ちはだかろうとも、消化のコースを維持するということです。障害物が現れたとき、それを強く押しのけようとするのではなく、むしろそれを避けて進んでみてください。それが皆さんの目の前に立ちはだかったとしても、力を使ってそれを排除しようとするのではなく、単にそれを横にして前進し、コースを維持し続けるだけです。皆さんが選んだ進行方向、すなわち消化への道を保ち続けてください。もし皆さんがそう決めれば、現在、何も皆さんを阻止することはできません。暗黒の力、カバール、ディープステート、あるいは皆さんがそれらを呼ぶその他の存在も、もし皆さんがそれを許さない限り、皆さんを止めることはできません。ただ今、この瞬間を生き、その存在を続けることによって、すべては必要なコースを保つでしょう。皆さんはコースを維持するでしょう。そして、最終的な目的地は消化なのでしょうか。実際のところ、絶対的な最終的な目的地などは存在しません。皆さんは常に旅を続けます。皆さんが源と完全に一体になるまで、そしてその後もまだ旅は続きます。確固たる最終的な目的地など存在しません。この旅には多くのマイルストーンがあるでしょうが、終わりのポイントなどはありません。それは、どこかで終わりがあるとしたら、その場所で新たな始まりがすでに形成されているからです。皆さんが今いるこの場所、それは一つの時代の終わりに近づいていると言えます。その時代は、新たな時代、水瓶座の時代、そして次の黄金時代へと移行しています。過去に皆さんが黄金時代を経験したことがあるかと尋ねられたら、答えは、はいです。そして、その黄金時代の後には、暗黒の時代が訪れました。しかし、今、再び皆さんは新たな黄金時代を迎えようとしています。暗黒の時代は終わりを迎え、新たな黄金時代が幕を開けています。そしてそれはこれから始まるのではなく、すでに始まっています。それは皆さんが観察者として、どのようにそれを認識するかによります。皆さんがどのように考え、何を意図するかによって、皆さんは自身の現実を実現します。これは非常に重要な理解です。
皆さんは創造者であり、毎瞬皆さん自身の人生を創造しています。それゆえ皆さん自身が望む人生、そしてこの地球上の集合意識が望む生活を創造することが大切です。皆さんが思っている以上に皆さん自身がコントロールを持っています。そのコントロールは私たち銀河系の存在、昇華した存在たちにあるのではなく、皆さん自身にあります。皆さんを救うのは私たちではなく、皆さん自身です。それゆえ、いつもと同じように、信頼を持ち続けてください。それは、宇宙の大きな計画、そして特にこの地球とその人々に対する神聖な計画を信頼することを意味します。しかし、同時に、自分自身を信頼することを決して忘れないでください。皆さん自身が困難を乗り越え、前進する力を信頼してください。感情の流れが皆さんを引き止め、下に引きずり込もうとするとき、その力を信頼してください。それは、ネガティブな感情、低い振動数の感情の砂漠のようなものかもしれません。しかし、あえて再びそれに足を踏み入れる必要はありません。ただそれを避けて前に進み前進し続けることが重要です。皆さんが選んだ道筋、つまりコースを維持することが大切です。私は今、平和と愛とワンネスの中であなた方を後にします。しかし、私がいつもあなた方と共にいることを知ってください。私はキリスト意識として存在しています。そしてそのキリスト意識は、あなたがそれを示すことを許可するなら、あなた方全員の内側に存在するものです。Thank you.